ドブリ・ドミトルフ・ドブレフは、ブルガリア王国で20年以上も、製品の生活をした男性。彼の経歴の多くは謎だが、大変な老体ながら首都ソフィアへ4 0トルほど離れた村から、毎日徒歩で通っては人々に寄進を募り、その全額を、教会や修道院に寄進した。ドブリおじいちゃん、ドブリ長老の愛称で知られている。 2010年のブレフは1914年6月20日、ソフィアから4 0トルほど離れたベイロボ村で生まれた。父ディミトーリは第一次世界大戦で戦死し、母、カテリーナの手によって育てられた。第二次世界大戦の時、ソフィアでの空爆の影響で耳が遠くなり、それが契機となったのか新人深くなるようになり、以降は妻と子供を残して町に出かけ、 修道院周りの仕事に就いた。老いてからは農業と年金で細々と暮らしていた。2000年頃、地元の教会が修繕の必要が生じた際、ドブリは自らの資材を投げ打って費用を賄った。そして以降、教会に隣接された小屋に住み、自ら作った粗末な衣服をまとい、ソフィアまで毎日通っては、 アレクサンドルネフスキー大聖堂の前で器を掲げ、鬼神を募る生活を始めた。その活動は物乞いと称されることもあったが、至って控えめで、鬼神者にはパンを少しちぎって言ってください。神からの贈り物ですと誰かからもらったパンを差し出し、ひざまずいて手の甲に接吻をした。ドブレフの活動は100歳を超えようとしたあたりから徐々に、ブルガリア中に知れ渡った。ドブレフは、 新聞もテレビも持たなかったが、有志によって、ドブレフの名を冠したウェブサイトや、フェイスブックアカウントが設立された。2018年2月13日、ソフィア近郊にある、クレミコフスキ修道院で死去。103歳没。ドブリガ生涯において寄進した一例を以下に記す。なお、ブルガリアの平均月収は2017年現在、EU 加盟国で最下位の、 約476ユーロであることから、彼の活動が、いかに目覚ましいものであったことが伺い知れる。ドブリは、生涯に8万デフほどを寄進したとされる。ありがとうございます。